やってまいりました、ミナリオン音楽のマッティーナドラム対談最終回です。長かった長かった。さあ自己紹介お願いします。はい、エゼキエルの三影です。よろしくお願いします。します。はい、します。はい、シドルムだったシオンです。いたいた。はい、ゼロです。ゼロです。はい、ということでようやく5週分、はい、まあ撮り直しの5週分ということで、結構喋ってた、喋ってたんですけど、あの間と収録と収録の間に喋ってる話が濃すぎるのと長いんですよ。あとシャレにならんっていうのが多かったんですけど、はい、まあそんな楽しくやってきた、はい、まあね、マティーナドラム対談も、はい、今週で最後ということでしてね、しまあ統括で結果、まあいろいろあったけれども、ちょっとそのいろいろ思い出してなんかまとめというか、なんかそういうのをちょっと、はい、を今週でビシッと締めていきたいなと思いますので、はいはい、まあ、はい、マティーナの思い出をちょっと一人、マティーナの思い出ですか、ね、はい、一人ずつ、まずじゃあ、一番浅いテロさん、まあ、浅い1年弱ですよね。いや、まあ僕はもともとその、はい、まあビジュアル系っていう、なんつうんだろう、音楽に憧れて入ってたわけじゃなかったから、まあでもそのまあ東京を出るきっかけになったっていうのが、まあビジュアル系っていうのもあるし、まあもちろんその XJAPAN がやっぱりすごく大好きで、まあそういう影響もあって、まあビジュアル系に入りましたよ。で本当に入ってもうメイク、はい、でメイクすることとかもそうだったし、もう厚底とかもそうだし、そのなんだろう、こうなんかレディースとか着るのも本当多分ね初めてで、だ結構いろんなこと初めてで、あとはその全国ツアーとか、まあ、雑誌載ることとかもなんだろう、そのまあきっかけはたまたまバンドやろうぜだったけど、懐かしいね。まあ、いや、そうで初めてやったバンドがビドールっていうバンドで、で俺はそう、まあそのビドール始まる前にテロっていう名前もまあ、つけて、まあ一応そのこの業界に入ったけど、まあ、俺の中ではもう 2,3 年で終わると思ってたから、こんね、もうこんなさ、もう赤い髪でもうテロって名前でなんかそのね、なんかもうすぐ終わってもう全然違うジャンルとかやってるんだろうなっていうのもすごくあったんだけど、でも今こうビジュアル系入って19年かな、俺は19年になった時に、まあ本当になんかこう思ってもまあ見なかったっていうか、ここまでそんなに長くやってるつもりはなかったんだけど、まあ今にね、なんかいろいろこうサポートやったりとかね、まあそのトリックっていう番組やったりとか、まあアニソンアイドルとか全然関係ないそのね、もともとジャンルとかも関わるようになったりとかしたっていうのも、まあそのきっかけがあって、なんかそれでなんかね、いろいろこうまあ経験、普通の人が経験できないようなことを、まあ、経験できたっていうきっかけが、まあそのまあ、ビドルだったから、なんかそう、まあ、最初はもう本当にやる気ぶっちゃけなかったからビドルもそうだったし、もうビジュアル系に対してもすごいやっぱ嫌いだったっていうのもあったけど、でもやっぱりやっていくうちになんかすごくなんかそのなんて言うんだろう、いい、かっこいいなっていうジャンルというか、ビジュアル系ってすごいなっていうのもあるし、いろんな先輩方とか会えない人にも会えたっていうのもすごくあって、だから今はもう本当にここで今終わっても満足です。ありがとうございます。うん、本当に後悔はしないですね。はい、いい話ありがとうございます。はい、さあ続いて田村さん。はい、まあ本当いろいろでやってきて、うん、マティーナのマティーナではですね、まあとにかくたくさんのライブを経験させてもらえた、うん、本当に修行の場を与えていただいたかなっていうのはすごいやっぱ思いますね。レコーディングももちろんたくさん、レコーディングも本当たくさんやりましたね。でソロでも出したり、ソロでもそうですね、ソロもやらせてもらって、ユニットもやらせてもらって、何でもやりましたもんね。そうですね。で、マティーナで事務所で、まあ、やっていただいたじゃないですか。でその後またちょっと次の事務所でやらせてもらって、その時自主でやる機会もあって、やっぱその時にすごい思ったのが、ああ、キサキさんいろんなことこれやってくれてたいなっていうのはすごい思って、改めてその前所のありがたさっていうのは思うし、自主のやっぱりしんどさっていうか、その全部自分でやらなあかんし、それであれを一バンドで
ね、例えばジャケット作るデザイナー誰がいるとか、うん、じゃあウェブ更新しました誰がいるとかっていうのも前やってたけど、あれ13バンド14バンド抱えて回してたっていうのは木崎さん結構すげえなっていうのは、すごいですね、当時25とか6でね、うん、そうですね、社長になって、うん、そういうのはまあやって実感するとこも結構あったかなと思ってて、改めて感謝とそのね、そうですね、本当感謝ですね、ありがとうございます、はい、さあ最後なんで俺に締めさせるなんかおかしないから、いやいや、たくま先輩だろ最後締めのしかもいいこと言っちゃったしもごめんやりづらい、いやちょうど並び順で言ったらでも変えといてや、なんか流れを変えといて流れね、俺が喋った後にじゃあたくま先輩最後あ編集してみてくれこう入れ替え入れ替え入れ替えでもね、マティーマティーマーですごい良かった、僕のビジュアル系好きだったんで割となんかマティーの楽しかったですけどね、うん、あんなに、うん、でしかもなんかね他のバンドに負けたくないと本気で思っていろいろアイディアを出してたのはやっぱりあの時かなっていう、ビジュアル系も全盛期だったし、なんかこう近年の活動の方が割となんか他のバンドと仲良くしなきゃとか協調性が出てきてしまってだけど当時はやっぱり何が何でも一番なりたいから、たとえまあマディス・グレールが売れててもマディス・グレールと違った形の音楽を出していきたいと思ってたし、やっぱり売れてるバンドに別の形でなんか超えるものを出していきたいと本気で思ってたけど、うん、あの時は楽しかったと思います、だからあの時の作品はもう今は二度と作れないと思うし、あれはあれでなんかあの時が青春だった人たちはそれはそれで誇りに思っていいのかなと思います、はい、時代は確か本当に一番面白かった時期だと思いますね、うん、面白かった、うん、だからまあ当時客だった側から見てもすごい勢いと、なんていうかマティーナってブランドはすごい勢いと、なんていうんですかね、なんかトップ上にてっぺん立ったるっていうなんかすごい気持ちの全バンドとメンバーっていうかそのレーベル所属してる人たちが一つに向かってるっていうのがすごい伝わりましたよね、なんかイベントを打つにしてもなんかすごいそれは伝わりました、ね、なんかスタッフもそうですし、きっとなんかあったんじゃないかななんて見てた側としては、あの江坂ブーミンホールとかですかね、なんかそういうところでやってた、うん、そうですね、でもね、お客さんもすごいたくさん入ってたし、確か盛り上がりは今よりはすごいあったかなっていう勢いがね、そうそう、当時はまだ前で見れなかったです、怖くてお姉さんたちの圧がすごすぎて、お客でその前で見るって、男が前で見るっていうのはそのさらに自分は数年後なんですよ、ようやく前で見始めるっていう、マティーナの頃とかソレイユのとかのイベントの頃はキーパーキーもそうですけど、まだ男が前で見るっていうのはまあいる人もいたんだけど、まだそこまで全面的にいける今みたいな環境ではなんかお姉ちゃんたちの勢いがすごい強かったっていうのはありましたね、なんか情報量もなかったもんね、まあ、そうですね、うん、なんか行かないと見れなかったし、そうですね、それでしか分からなかったっていうのがね、インターネットなかったもんね、なんか、そういうのがありましたね、後にですね、本当に何年かして男が前で見ても何しても許されるっていうか、なんかあの時代結構やっぱりこうライブ出た時にすごいキャーっていうのがすごいあった、うん、あったけど今ってないね、あそう、あん、うん、キャーっていうなんか高い子ってあんまなんか出さないですね、うん、DVD とかあの VHS 見るとキャーっていうのはありますよね絶対、あ確かにね、そうだね、確かに確かに人がすごい入ってたって言います、うん、6名ね、すごかったですね、今はまあ、入るとこはもちろん入ってるんですけど、全部が全部そういう風ではなかったんですけど、あの時代やっぱすごかったですね、お姉さんもみんな真っ黒でしたから、あと腕組んでる、ね、あと後ろで腕組んでるお姉さんもなんか知んないけどなんか知んないそれは知らないよそれは俺らにコメントさせない、俺は客がでなんかこのお姉さんが怖いなっていうなんかなんだろう、腕組んでこういう仁王立ちしてるお姉さんたちめちゃくちゃ関係者じゃんけそうやそうやあのお姉さんちゃくちゃでもね、なんか今もね、時々ね、発掘されるんですよ、VHS が、はい、昔のライブの固定カメラで撮ったやつ、はい、ライブハウス。なんかね、よくわかんないイベントって言ったらいけないですけど、なんかね、元山田ルート14とか出てるやつ、あれじゃないですか、ルート14に書いてあるでしょ、うん、あれでさ、お客さんがもうパンパンに入ってるの。一体さ、あれこれ何のイベントだろうっていう今だったら考えられないじゃないですか、一番のちょっと外れの方で、お客さんがパンパン、意味不明なぐらい人入ってるんで、ビッグキャットとかにもう。
めちゃくちゃ人が入っててびっくりするんですけど、すごい土平日のね、昼の2時からやってます。確かに確かに。日曜日にやらなきゃとか、ね、週末にやらなきゃとか、ない社会人に配慮とか全くなくない。昼の2時から普通にイベントやってるじゃないですか。でも入ってる、入ってる、うん、みんな仕事何してんねん学生どうしたみたいなありましたもんね。そんだけ勢いがあったってことだよね。まあね、それを見ましたね。確かに。さあ、そんなお話を交えつつ、実は今回ですね、チャリティーオークションの方、ちょっとうちの番組で、あの東日本大震災や、だいぶ前チャリティー今コロナだよ。まあ、コロナ、まあ、なんですけど、はい、また、全国で注射器とか打てない子どもたち、そういう世界各国の、チャリティーイベントでやっておりまして、まあ、もちろん今日本もそれどころじゃないんですけれども、はい、まあ注射器が打てない子どもたちや東日本大震災、熊本の震災などの、うん、当てる、チャリティーオークションというのをやってまして、今回、お三方に協力していただきまして、うん、ありがとうございます。はい、でもないです。で、はい、まあ、今回そのチャリティーオークションのグッズなんですけど、この、はい、テロさんが初ライブ行ったこのマティーナ、あ、これ持ってます。すごいね、松浦一家のこの、うん、まだ旧ロゴだったマティーナ、違います、これがあったの新しいのだった、違います、違います。旧ロゴはソレイユマティーナだから、そうそう、後ろにソレイユのバッグ、これでもないし、そうそうそう、それ、違う違う、失礼しました、後ろにバッグね、ないから、そうそうそう、昔はソレイユのバックプリントがあってマティーナっていうのがあったんですけどね、まあこれは、このマティーナのステッカーに、皆さんのサインをいただいたものと、このシンドローム指導のフライヤー、こちらですね、綺麗ですね、優しい T さんの顔、綺麗、これ確かにそうだよね、そうだ、これこの話しましたね、なんか無料ワンマン中止になって途中で、そう、お客さんが入りすぎて、お客さんが入りすぎて、そうだ、そうだね、1000人ぐらいパンパンになって警察が来たんですよ、これですよね、はい、リメンジョンだからね、もうない、ないすごい、これのプロレスニュースだもんね、すごいやつの、このフライヤーに、当時のね、メンバーの、はい、すごいどうすんメンバーの貴様のサインじゃないですでもいいんです、もうこれの、こちらのフライヤーですね。シドロンのメンバーサインは頑張れば集めれそうじゃないかな。まあ皆さんいますからね。どこかに。まあ言ったら、言ったら今度高崎フリーズほぼほぼ揃いますからね。そうだよ。持ってってみんなに書いてあげてば、いう話はしていいんじゃないかな。まあ、この間でも全く関係ないですけど、ツイッターで、ルイザさんにフォローされました。あ、本当。あ、どういうの、ありがとうございます。なぜか。多分この多分見て多分フォローしてくれたんだね。じゃあね、チャリティーオークションやってますので、ホームページをぜひご覧ください。2000年、はい、あ、まあいいや、2000年5月ぐらいのね、多分、はい、ね、シンドロームのビッグキャットのワンマンのオープニングとね、はい、エゼキュールだったんですよ。あ、実はっていう話なんですけど、でね、持ち時間10分だったんですよ。はい、でね、ビッグキャット当時、なんか結構急に告知したにもかかわらず、500何人とか入ってた。あ、まあ、そう、もうすごい熱気ですよ、もう本当に。あの熱気はね、で僕らもなんかすごいお客さんいっぱい入ってて、まあ、エゼキュールで500人はさすがに無理だったんで当時でね、こうビッグキャットって言ったら電動の幕がこうブワーッと上がっていくじゃないですか、はいはい、だからね1曲目バラードをやってでこう静かにこう幕が開くめっちゃ良かったんですよ1曲目で、そこで僕らはお客さんを取りたいというダメな欲があって、その後に煽り曲をやってもうお客さんドン引きで、出番前の久々さんにお前あれはあかんのちゃうガチダメだしマジでぜひっていう話です、ね、はい、ぜひこの新宿にあります歌舞伎町ピアボーズ来たら懐かしいお話が、懐かしいお話いっぱい聞けますよ、なんか、はい、なんでも楽しい話できますので、はい、ぜひお越しくださいということでして、いよいよ5週ね、ありがとうございました、はい、いよいよマティーナ、ブラムタイナは今回は これでね、ここまでということですので、本当ありがとうございました。それでは、ミザリオの音楽堂、また来週。Tokyo Borderless TV